日本ドローンサッカー連盟が19日に公式 XQTwitter スラッシュアット AB アンダーバードローンを更新し、北海道コンサドーレ札幌サポーターで女性アイドルグループ NMB48 のメンバーのホリシオンさんにオファーを送った写真。 札幌ユニアンド黒いミニスカートのコーデでドローンサッカーを体験した NMB48 ホリシオンさん堀さんは同日にサンガスタジアムバイキョーセラで開催された J1 第24節、京都サンガ FC1000、黒丸ゼロの3、お現地観戦。会場ではドローンサッカーの体験コーナーが設けられ、堀さんも参加したようだ。ドローンサッカーは、 サッカーボールに見立てたドローンボールを使用し、仲間と協力し合ってゴールを目指すチームスポーツ。専用ケージ内のリング上のゴールに入れ、その得点を競う競技となる。日本ドローンサッカー連盟は、今日もたくさんの京都サンガとコンサドーレ札幌のサポーターの皆様にドローンサッカーを体験いただきました。また今日は NBM48 のホリシオンさんも2度目のドローンサッカーに挑戦。 前回挑戦した時と同じ4得点ということでご本人は悔しがっていましたが、何の何のお上手でしたよ。と堀さんの写真とともに報告。これからもっと頑張ってドローンサッカー W 排出場を目指しませんか。と続けた。これを受け、堀さん、アットシオンアンダーバー0529アンダーバー堀は、 今年も楽しかったです。ドローンサッカーは運動神経が悪い私でも楽しめるしまたやりたいのでお互いまた J1 の舞台でお会いしましょう。これからアウェイでサンガスタジアム行かれるタサコさんもぜひ挑戦してみてほしい。と投稿。ドローンサッカー W 杯出場については、W 杯。夢あるなぁ、と返答した。問題を報告。5、学びがある。14、わかりやすい。8、新しい視点。関連記事。 写真、札幌ユニアンド黒いミニスカートのコーデでドローンサッカーを体験した NMB48 ホリシオンさん。めちゃ美人サポーッター、元のアイドル。ガダズンのカメラに映り込む、盛大に晒してしまいました。アンフィールド入りする遠藤航にファン興奮。激圧、このメンツの中にいるのやばい、リバプールが動画を公開。マジかわいすぎ、アイドルってすごい。 札幌サポの NMB48 リシオンさんのレッスン着姿にファン注目 NMB48 リシオンさんが20年前の札幌チアジ